おはようございます。ワガンセの影山です。今日もよろしくお,いお願いしますということでヒマラヤラジオやっていきたいと思います。えー、っとですね先日こうブックオフにこう行ってきました。で僕たまにねこうブックオフに行ってこう結構そのまあ、以前とかでやっとこう結構な量の本を買うまあ結構な言っても0冊とかそれぐらいなんですけどそれぐらい本を買う たり、えー、してますほんで先日もねちょっとこう、えー、買いたい種類のこう本があってですねそれをこう探しにちょっと行ってきました。うん、で1、えー、つはまあ小説ですね小説でこう何冊かこう選んで買ってやろうというふうに考えたのとあとですね カ、えーまあ、カククテテルルお酒のカクテルありますねそのお酒のカクテルのこう作り方がこう分かるような本をこうちょっと買いたいなというふうに思ってちょっと行ったんですね。で、あのー、なぜカクテルの本かというとですね。 僕はお酒が好きでですね、そのお酒をよく,よくというか、お酒今週1回飲んでるんですね。まあ、その飲む頻度としてはちょっと、えー、お酒好きにしては少ないとは思うんですけども。 そのいろいろ自分の中で考えていってですねえやっぱお酒は週1ぐらいが一番ベストであろうという今のところ僕の結論うんそれとこう週1で飲むっていうのをこうやっていく中でやっぱりこう週1のお酒ぐらいがいろんな面でこういいようにこう動いていってるなというふうに感じておりますう。んうんだからその 週例えばこう2とか飲んじゃうとですねそのお酒を飲むことによってこういろんなことが鈍ってう。にぶ たりですね、集中力がちょっと落ちる形になったりとか、えー、そういうことがちょっとあったりしますそれと、えー、体の面で言ってもですねこう内臓ににやっぱりり負担をかけることになります。それで、えー、ダイエットの面でもやっぱりこう太りやすいこう体を作っていくことになるといろんな面でですねやっぱりお酒をこうよく飲むっていうのはやっぱりマイナス面がかなり多い。 確かに、その飲んでる時はね、気分よく飲むんでしょうけども、で、飲,む飲んでいく中で、僕の場合だと、こう、暴飲暴食というかね、本当によく食べてしまうっていう状態をこう作り出してしまうんでですね、やっぱり、こう、お酒っていうのはなるべく、極力ね、こう、少なくしたいなというふうにこう考えていると。 えー、であるんですけども、であるがゆえにですかね、その、えー、週1であるがゆえにですね、その週1のお酒は、えー、お酒の時間は僕にとって貴重であってですね、えー、その時間をこう楽しみたいというかこう、より良いものにしたいということで、こうお酒こう、いろいろとこう楽しんでるんですね。 だからビールでビールを普通に飲むだけじゃなく例えばハイボールやったハイボールでこういろいろとおいしいものをこう作ってみたりとかいろんなものね、えー、今ちょっとラフロイグを買おうとしてちょっと、えー、ちょっとずつこう貯めていってるまあえー、うんですねちょっと貯めていってちょっと4000円以上するお酒なんで、えー、ウイスキーなんでちょっと ココツコツ貯めて買それとまあまあ,あの日本酒ですね日本酒もこう4号の瓶ですね4号の冷やの瓶をこう、えー、それなりにこういい感じのお酒ですね、えー、そんなにまあむちゃくちゃ高いとかそこまで高くないんですけどもそれなりにね4号瓶でこう2000円近くするとか1500円とかそれぐらいのお酒をこう買っているということで楽しんでるんですけどもそこに加えてちょっとカクテルをね こう美味しいものをこうあの味わいたいのとあとねこう自分の,おみあの家にですねこう誰かがこう飲みに来てくれたりした時にこう披露できるかなとえ思ってるんですねそう思ってこうカクテルの本をちょっと買ってみたいなということでこう行ったんですね。で行ったらですね えー、カクテルの本が1冊のみやったんですねで。その1冊を買うか買わへんかっていうことだけやったんで、えー、一応パラパラと見て、まあまあ,あの、買おうかなということで買いました。んで、えー、カクテルでまず最初に僕がやろうと思ってるのは、えー、モスコミュールですね、えー。モスコミュールをこう作っていく。 でモスコミュールで自分が美味しいなと思えるようなモスコミュールを作るようにこうちょっと工夫していきたいなというふうに思ってます。うん、でカクテルを作るためにはこうカクテルのなんかいろんなもん道具がいると思うんですけどそれもねちょっとずつ揃えていってっていうことで、えー、もちろん趣味ではあるんですけどもちょっとカクテルをこう1つずつ1種類ずつこう覚えていって、えー、自分の家にこうお客さんというかねこう友達とかこう。 来た時にこう披露したいなとでこう美味しいと言ってもらったら一つちょっとこう自分にとっては嬉しいかなというふうに思います。まずまあ家族とかね、えー、そのあたりにこうちょっと振る舞う形にはなると思うんですけども、うん、まあ面白いですよね。ほんで、えー、なぜ本で書くでしょうかなっていうのはこうテレビでね、えー、逆転人生やったかな。 えー、なんかこう見てた時にこうカクテルで世界一にならはったカク,テルカクテル作りでね世界一にならはった人の物語がやっててですねそれを見ていってなんかピーンとこう直感的にこうカクテルちょっと自分もちょっと作っていきたいなってもちろんバーテンダーになりたいとかそういうことではないんですけどもちょっとカクテルをこう作れる自分になりたいなというふうにちょっと考えて、うん、で僕はお酒が好きなんで、えー、その辺こうねやっていくっていうのは えー、非常にこここうう面白いいいとととだなあということを思いますまあまああのー、いろいろとお金はいるんで、えー、またこうねいろいろと稼いでいかないといけないのはいけないんですけどもまあまあちょっとこう面白そうだなというふうに、えー、思っております、うん。だからまあ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 ね。うん あのいろいろとこうやっていきますけど、であそれとね、ブックオフにね、もう一つ買いに行こうと思ったのがですね、あのジャズの本ですね、えー、ジャズの本でこう、ちょっとこう、何かこう、それな、ジャズに対す関する本をね、ちょっと買おうと思ったんですけども、えー、ちょっとなかったですね。 ジャズの本がなかったんでもうしょうがないですけど、その、なぜその本を買おうか思った,ら思ったのはですね、えー、ブルージャイアントというね、漫画があるんですね。で、サックス、うん、だからジャズプレイヤーの話なんですけども、でサックスをこう、すごい練習して、こう、えー、有名、有名ないか、すごい世界的なこう、えー、ジャズプレイヤーになっていくっていう話なんで、今途中なんですけども、えー、それを読んでてですね、ちょっとサックス、サックス茶はね、 ジャズについてちょあとこうまあお金かかるんであれですけどもサックスにもちょっと興味があるというかねちょっとその楽器的なものにもちょっと興味をちょっと持っているということでちょっとこうブコフに売ってたら買おうかなと思って行ったんですけどもなかった残念ながらなかったと。 今はまたちょっとタイミングではないんかなというふうに思ったりはこうしてますけどもとりあえずカクテルの本があったんでまあ、えー、それに関してはこう、うん、ちょっと道具を揃えてこう作ってみようかなと申し込みよりですね作ってみようかなというふうにこう思っておりますということで、えー、今日はですね えー、ブックオフでカクテルの本を購入ということについてお話しさせていただきました。では今日もよっしゃでいきましょう。どうもありがとうございます。